なんで同時にやんねえ。なんで同時にやんねえ。相手が下げ始めたらやれば合うだろう。なんで終わるまで待ってるの。何やってんだろう。ルールがそもそも分かってねえじゃん。礼なんて言わないんだよ。みんな試合でバカみたいに立ってるけど、ずっと審判なんか言うかなって。みんなそうじゃん。6年生にもなんだって。大体どこんちのビデオにも礼って言われてんのか。しないうちの子がいると進まねえからね。回ってきて端っこ行って、端っこに立った時点でそこ取れるのか見て、もう相手がしたら端っこ行って、で一回止まって、お前が先に止まったからってさ、相手がまだここに来てなかった時にやったらダメなんだよ。相手が高校に来るまで待ってんの、どっちにしたって。ね、ここにトットレスってやって、ポンポンって言って、中にもうこういう人いるだろ、そっちあったよ。おめえが一緒にやってどうすんだよ。1、2、3でいいんだよ、普通のは。これが丁寧だと思ってる人いるから。なんで2回の練習。わかる。これ丁寧なわけじゃないよ。長くやれば丁寧って。勘違いだからね。下がっちゃう。ね。じれったくんして相手をイラつかせる作戦でやってるから。きっとね。決められたようにやってくださいね。そういうちゃんとルールブックに書いてあるんだよ。審判のあれに、それがこうやってで、もう相手出ちゃったりしてるだろ。もうその場合出ちゃって構わねえ。ひなこちょっと長いで、あかり、もうこうやって出ちゃって困ってる。でもゆっくりで始めたらパッていけるようにしてる。落ち着けようとか、いろんなその子によって違うし、その先生によって教え方も違うし、ね、だけど大体個人が思うんで、ああやってるとなんかかっこいいなっていうところでやってるからね。試合場からさっき狭くなってきてるから、もっと狭い試合場の場合だと、狭い試合
で、ポンポンって出れば大概堂々としてるものがあって、結局長い礼をする人に対して、ね、普通にやってる方がなんかこうおどおどしちゃうから、ちゃんとやってる方が間違ってるように見えてるだけだね。やって起こしてもうこうやって長くやってるのもうこうやって待ってるぐらいでね、パーツがそう相手、あ、前、もう相手前出てる、慌てて出てくる人もいるからね、のんびり切り替えてもう切り替えとかI'm sorry.